皆さんごきげんよう。宮崎美穂が AKB48 のメンバーをゲストとしてお迎えする番組、ミャオの部屋、始まりました。はい、というわけでね、およそ1ヶ月ぶりのスタジオ編でございます。やっとできるようになりましたけれどもね、もう本当に本当にでした。はい、というわけで今日はね、いつもより30分遅れての開始になるんですけれども、ちょっとね、やっぱ30分遅れたからにしか話せないようなことを話していきたいと思います。さあ、AKB48 グループのショールームの中で最も歴史と伝統のある番組、それがね、ミャオの部屋になっております。はい、皆さん、画面下のツイッターマーククリックしてください。この番組の宣伝ツイートぜひよろしくお願いします。さあ、というわけで、まあ、1ヶ月、間が空いてしまいましたけれども、前回の配信についてちょっと振り返ろうかなと思うんですが、前回のゲスト、そう、彼女の名は峯岸みなみちゃんでした。いや、みーちゃんはね、本当に満を持して登場というかね、ちょっといいですか、小話を。みーちゃんがゲストに来てくれたんですよ、そのミャオの部屋に。で、そのスタジオというかやってる最中だけじゃ物足りなくなって、結局あの後ご飯に行ったんですよ。そう、そんぐらいね、すごい、いろいろ話せたなっていうんですけど、まあ、今回はちょっと残念ながらみーちゃん卒業前、最初で最後のミャオの部屋って思ってたんですけど、ちょっと卒業コンサートの方が延期になってしまいましたので、また来るかもしれないということで、またね、お待ちしてます、いつでも。はい、ありがとうございました。そしてね、最近の AKB48 グループニュースとしましては、最近AKB48 シアターで配信限定公演を、行っております。っていうか今日もやってきました。はい、今日はね、チーム A の目撃者公演をやってきたわけなんですけれども、まあ、今日が3月19日ということで、昨日は、このね、バックミュージックで流れている出演ありがとうの発売日だったということで、今日はチーム A バージョンでも、公演の最後にね、お送りしたというか初お披露目したということもあって、皆さんでぜひね、失礼ありがとう、いろんな方に聞いていただきたいと思います、よろしくお願いします。さあ、いいですか。はい、じゃあもうそろそろね、一人で話してもあれなんで、ゲストの方をお呼びしたいと。ちょっと待って、何これ、何ですかこのショールームの配信のコメントにビギナーって。ビギナーは何ですか。あんま、あ、初見の人にビギナーってついてるの。初見は初見で書いてあるの。あ、そうなんだ。じゃあ超よく見てる人には何か、あ、初見の人がりんちゃんって呼んでる。初見なんだ。そうなんだ。うん、わかるわかる。そうなんですね。初見の人の方が目立つっていうね、いいシステムでございます。さあ、じゃあね、もうそろそろね、ゲストの方お呼びしたいと思います。私に話してちょもらんま、本日のゲストはこの方です。あー、こんばんは。ご紹介をしますね。どうぞ。はい、 AKB48 チームメイト、茨城県代表、チーム A 兼任キャプテンのりんりんこと岡部りんと申します。よろしくお願いします。イエイイエイ。いや、というわけでりんちゃんが来てくれました。超楽しみにしてました。本当？みやおさんとこうやって話せる機会ってなかなかないから。いや、本当にだって初めてだもんね。この番組もう4年ぐらいやってるんですけど、満を持してまたお呼ばれしなかったので、すごい嬉しいです。いや来てくれたということで、まあ、りんちゃんも先ほどね、まで公演の方に、はい、一緒に出てましたね。出てたので、公演終わりのね、はい、疲労感をお楽しみ、はい、お楽しみして。割とお姉さんメンバーなので、いや、思った、りんちゃんがなんかもっと若いと思ったの。うん、20歳ぐらいだと思ってた。わー、23歳なんだね。そうなんですよ、23なんですよ。もうチームエイトの方でも上？
太田奈央ちゃんが卒業しちゃって、私の2つ目だったんですけれども、うん、卒業してしまったので、私がチームメイトの最年長になっちゃいました。そうなんだ。そうなんですよ、最年長だって。最年長になっちゃいました。意外や意外に。でもまあしっかりしてますからね。はい、じゃあいろいろ今日は探っていきたいと思いますが、今日初登場というわけで、いろいろね、なんかあのネット情報を、はい、あの集めてきたんで、はい、はい、ご紹介しますが、何が出るんだろう。なんだ、まあ、茨城県出身ですよね。はい、茨城県出身です。私ね、茨城県であのロケしたこと、てか旅番組のロケをしたことがあって、あの茨城の観光名所とかはもうほぼ全部行ってるね。え、本当ですか。うん、あのだいぶ、え、だいぶ、はい、牛久大仏、牛久大仏も見たし、あと公園も行ったし。お、あれですか、海浜公園。そうそうそう、あ、そうだ、ロックインジャパンを毎年やってる。あ、そうなんだ。大きな会場なんですよ。はい、距離遠かった確かにここのちょっと感じてたんです。あのやっぱ初めてだからね。そうね、仲悪いとかじゃないです。映っちゃいけないと思ったから私は端っこにいただけですよ。何が？いや、ここ最初にミワさんが。あ、そうだね。映っちゃいかんと思って。はい、大丈夫です。はい、そしてキャッチ、キャッチフレーズは？はい。大壁リンリンリン。もしもし。これは知ってるけど。はい、え、大壁の壁って漢字なの？そう、私いつも一応こうやって壁から覗いてるんですよ。え？そうなんですよ。1列目だから多分いつも見えないかもなんですけど、ここ初めて知った。ニョキって出てきてリンリンリンっていつも言ってた。ちょっと走っちゃってますけど、ね、え？そうなんだ。それの壁なの？そうなんですよ。え、マジで知らなかった。大壁って、はい、壁なんだね。言葉では結構動作が重要で、ここだって、まあ、知ってるか。りんちゃんのファンの方も知ってると思いますけど、私これが初見っていうか初めて知ったわ。いいわ、お見知り置きは。はい、感じで。お、壁の壁は漢字の壁ですよ、はい、皆さん。壁です。はい。そして、え、これ本当に前田敦子さんの声に似ていると話題になるも、はい、本人に私こんなに可愛い声をしてないよと言われる。そうなんです。え、本人っていうことは前田さんに、うん、え、私こんな可愛い声してないよって言われたことがあるんだね。だからその 言ってくださって、うん、でもそんな私と声が似てるっていうことを売りにしなくても、うん、可愛いから大丈夫だよって言ってくださった。おお、それは嬉しい。そうなんですよ、ね、めちゃくちゃ嬉しいことっていう意味合いで言ってくださったんですけど。へ、てか前田さんがいる時もう、いや、卒業はされてたんですけれど、うん、何かのコンサートかな、総選挙の時に、うん、高見さんの時か、なんか神セブンか何かで呼ばれた時に、なんか花束をなんか持ってきたタイミングがありました。はい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 、あったあった。そこでだったと思うんですけれど、そこかな、高見さんの卒業コンサートとか、まあ、何かで来てくださった時に、みーちゃん、前田さん来てるからちょっと挨拶しようよってスタッフさんが言ってくださって、行ってみたらいて、お話できるチャンスが。え、てかね、すごいね、貴重な経験、今ね、考えたら、うん、そうなんですよ。でもなんか本当に多分覚えてないと思うんだけど、あのチームメイトが本当にそんなに何なんていうの、あ、よく映画館の、そう、いや、私めちゃめちゃ覚えてます、ね、え、覚えてる、めっちゃ覚えてます。なんか私りんちゃんのイメージがもうそれなのよ、今でも。あ、今でもですか。そう、なんかなんだっけ、あれドキュメンタリーオブ AKB48 っていう、はい、の映画のプロモーションっていうか、そうそうそう、プロモーションみたいな感じで、その茨城の映画館になる、うん、いや、茨城だったかな、関東だ、まあ、関東だったね、関東のどこかでやったんですよね。そう、関東の、映画館で舞台挨拶があって、うんうん、その時に、まあ、なんかその映画に かかってるメンバー何人かと、あとチームメイト その関東代表の子たちが何人か来てて、うん、一緒に島田さんも言いましたよね。島田さんって、うんうん、島田遥さん、あ、そうです、島田遥さん、あ、いたいた、ね、島田遥香ちゃんとかいて、はい、その時に私りんちゃんと初めてお仕事したんだけど、うん、本当に前田さんの声に似てるなって。ああ、そうなんだ。あ、自分では認識なんかあったんですか。いや、今はもう言わないでしょ。今はそんなに言われないですね。最初にも自分では自覚してなかったけれど、うん、めちゃめちゃ言われましたね、最初は。本当に、でもそういう最初だったらさ、そういうのあった方がいいよね、なんかちょっときっかけというかさ、で、あの時思えてたらもっと何かできたんでしょうね。あ、その時はそん
なんだよ私は私じゃんって感じだそう私を見てっていう気持ちになったから、ね、まあいろんな方の振りに応えたくなかったっていうのなるほどね、まあ、そういう時もあったよそういう時もありましたなるほどさあそして小学3年生からジャズバレエを習っているはいジャズバレエダンスを習っています すごいはい、じゃあ体めっちゃ柔らかいんじゃないってことも全然ないんですけれども本当に体を動かすのが好きでジャズバレーとかサッカー少年団に入ったりとかそうなんだ小学校の頃にでも部活もいろいろやってテニスとか陸上部に入ったりとかすごっ高校生の時はそのダンスでみんなに教えるっていうアルバイトみたいなこともしてましたそんなアルバイトあるんだそういうのがあったんです自分が習ってたチームで、うん、じゃあさもともとさ結構リーダーシップとかなんか人の前に立つのが得意だったってこと得意ではなかったですけど、うん、でもダンスあの入ってたダンスチームでみんなが投票してリーダーを決めるって時にはみんなが選んでくれて、うん、それでリーダーやってましたへーじゃあリーダーになるべくしてなったのかもねなのですかね。ね、はい。そしてくんがヨルジョンさん、タワーいただきました。ありがとうございます。このポーズ言っていただいていいですかね。なんかタワーポーズって言ってこれやらないと本当ショールームにむちゃくちゃ怒られるんですよ。マジっすか。やばいっすね。もう見て目がマジでしょ。うわ。やられる。やられる。やられる。はい、ありがとうございます。はい、そして続いて。今叶えている途中ですやばいですねそれいつの発言持ってきたやつなんだえなんで今かっこいいじゃんこんな今叶えてる途中ですいやもう本当に AKB48 に入れることがすごい楽しいしもともと AKB 好きとかだったのめっちゃ大好きでしたそうなんだ前田さんと小島さんがすごい大好きで、うんうん憧れて憧れてじゃあさ前田さんに憧れてたらさ前田さんに似てるねって言われたら嬉しいそれだったから嫌なんですよめちゃめちゃ大好きだからダメだよ一緒にしちゃダメだよっていうのもあったんですよそういう気持ちなのね気持ちもあってはあ、はあ、じゃあもともと好きだったんだ大好きでした AKB48 でも叶えてる途中ですっていうのがいいんだよね、うん、なんかさまあ、AKB48 が好きで入ったことじゃさ、うん、結構 AKB になれたからもうみたいな感じの子もたまにいるじゃんそう満足したくないですよ、うん、だからもう目標はもう決めないこのグループの中ではそううん何でも挑戦してみてファンの人が楽しいなと思ってくれるように、うん、いやもう毎日楽しいですねああ本当ですか、うん、いやいいよそれが本当に楽しいね、はい、そして長所は環境に対応するのが早い多分これ嘘ですよ絶対嘘これ嘘ですか自分で書いたんかなでも間違いです自分で言ってたとしたら下手です自分もそうこれ下手らしいです下手ですそして短所は言葉足らずうん足りないですねそうなんかこうやって話してみればいろいろ話せる機会があるんですけれど、うん、やっぱりチームとかでも劇場公演やったら、うん、なんか一回一回毎回リセットされません？なんかせっかくこう仲間同士で熱くなってもコンサートとか来たのすごいわかるわかる、うん、なんかそういう時にもっと自分からなんかみんなに働きかけたらもっともっとチームあったまっていくのかなっていうようなことを感じてもうちょっと自分も積極的に行きたいなと思ってますねいやでもめっちゃ変わったなと思うりんちゃん見てて嬉しい。どのようなことなんか昔はてかもう A になって何年経つ？2年ぐらい2年ですね2年経ちそうなぐらいかな。なんか最近またすごいなんか熱あるよね、まあ、情熱というか最近はもう本当にいろいろこのままじゃダメでしょって思っていろいろ動いなんだろううん動いてますね、ね、積極的になろうっていうのがすごいね伝わってきて多分みんなも思ってると思う、なんかこうなんていうのリーダーシップが出てきたじゃないけどさ、うん、なんか私に続けっていう気持ちでやってますよ。うんうんそのがいいと思う、うん、なんかさキャプテンやりたいですって言ってさやったわけじゃないからさなかなかさいややりたくないっていうかできないけどやれって言われたらみたいなさなんかそういう人についていくよりはやっぱ、うん、
いや私についてきて大丈夫だよって言ってくれてる人に多分みんなついていきたいと思うから、今すごいねいい流れになってると思うよ。いやだからみんなも一緒にこの同じぐらいの熱い気持ちに、うん、みんなに伝染していかないかなと思って、うんうんうん、挑戦中ですよ、うんうん、いや絶対伝わると思う。伝わりますかね、このまま多分りんちゃんもさこの熱を維持してね、本当にこれが一番これが大もう難しくて、そうだよね、自分が冷めちゃうともう本当に何も始まらないから、うん、毎日毎日起きた時に頑張れ自分頑張れ熱くなれて、そうだね、まあでもなんかねそれがきっとメンバーにも伝わってもっといいようになると思う、うん、はい、まあ、それいいようになる余地があるっていうのもまたいいからいいと思うね。はい、そしてこれちょっといいですか、はい、嫌いなもののところにナメクジって書いてあって、はい、大嫌い、本当に大嫌い、かっこ父親が串刺しにしていたのがトラウマ。そうなんですよ、お父さんがすごくお庭の剪定とかなんかお庭いじるのがすっごく好きで、うん、植木鉢とかも入れ替える時にいたんですよねきっと、うん、これがそれもなんかほら取ったぞっつって野生的なお父さんなのね本当にそれがトラウマになっちゃって、うん、これ残ってたんです。でも納豆も嫌いじゃん。嫌いじゃないです、苦手なだけです。なんで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 、茨城納豆めっちゃ有名じゃんそうなんですよね、超美味しい、はい、私納豆エンジェルなんで一応、はい、知ってます、すごく知ってます納豆をなくして宮崎美穂は語れないみたいなとこあるんで、はい、ぜひ好きになっていただきたい。がね、なんか粘ってるかな、やっぱ香りがまだ好きっていう風になれない。なるほどね、香りがまだ馴染めない。でも匂い納豆とかは、匂い納豆、うん、お匂いしない納豆もあるよ。それ知らないです。ほんと？結構ね、売ってる売ってる。おせんべいとかだから始まれば食べられるのかな。え、おせんべい？なんか納豆せんべいとかありますよね。だったら匂いまだ大丈夫なのかな。私茨城大使だから頑張らないといけないんですけど、ね、そうだね。え、なんかさ、普通にタレ入れて、うん、その後になんかちょっと砂糖入れて食べると、砂糖やったことないの。嫌いな人も食べれるっていうのがあるよ。苦手としている人たちが嫌う匂いがなくなるってことなんですかね、うん、どうなんだろうね。でも納豆ではない何かの、納豆に近い何かになるんだ、うん、打ち消してくれるんですか、ね、美味しいよ、うん、番組の企画じゃない限りちょっと挑戦できない。あとあとあれ、スンドゥブチゲに納豆入れる。え、もうもはやもう納豆じゃないじゃないですか。本当に美味しいよ。この納豆の良さ分かってほしいわ。でもそれは絶対納豆の良さ消してません。消してない消してない消してない絶対消してない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 、マジで美味しいから。でもこれは韓国の方もミャオがスンドゥブに納豆入れるのはあんまり理解できないなって言ってる人もいるんですけど、私はもうスンドゥブに納豆入れるやめといた方がいいと思いますけどね。あるんだよ、すごい有名な焼肉屋さんでスンドゥブ納豆っていうメニューがあって、それが本当に美味しいんだよ。あんまりそこは一生懸命になれないのか。納豆の良さいっぱいあるんで、ぜひ。てか茨城の納豆なんてもうね宝でしますからね、納豆わらで、うん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 、すごいですよねあれ。いや納豆のことだけ皆さん本当に美味しいよ。ダメなのね。ダメなんですよね。まあ好き嫌いありますけど、はい、ちょっとありますけどね、はい、730ミャオさんタワーいただきました。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあね、こっからはこの配信の前に行われた個人配信ミオの部屋自宅編にてユーザーの皆さんと考えてきたゲストに聞きたいことをなるべく、ゲストに聞きたいことを聞いていきます。なるべく正直に答えてください。はい、まあ、いろいろねなんか書かれてると思いますけれども、何を質問されるかは知らない。え、際どいの来るのかな。まあ過去にはありましたよね、際どいやつ、ネットニュースになってしまったやつとかあります。やばい、大注目のコーナーですね。そうです。じゃあまず最初いきます、はい、こちら、じゃじゃん。チーム A の最終兵器メンバー MC の真相これなん
リクアワっけ、なんだっけ、リクアワの、そうですね、MC の時に、そうだよね、なんか私出落ちしてくださいみたいななんか雰囲気あってなんかすごいピチピチの若い子、チーム A、チーム K、チーム B、チーム4のその各ピチピチ若い系フレッシュメンバーに加え、私がなんかさチーム A の最終兵器メンバーで選ばれて、はい、あのその MC の打ち合わせで呼ばれていったら、ミャオさんは、完全にオチなんで最後にあの出ててくださいって言われたことがあった。違うです、私じゃないです、あれ私じゃないです、違います、私もミャオさんにこういう形であの登場していただいて、うん、っていう風にあのすいません提案されました。あー、はい、どうですかって、これするのはどうって。でも私もやっぱり、うん、せっかくミャオさんと2人で話せるチャンスがあるんだったら、でも私本当にあのミャオさんに感謝していたから、なんかあの場で言えたらいいなと思ってあの作戦に乗ってしまいました。いやいや、私あのもう本当にそういう美味しいと思えるタイプなんで。本当ですか。え、全然めっちゃ面白い、やったって感じだったよ。うん、大丈夫かな大丈夫かなってずっと思ってました。全然大丈夫そう、ただね、このあのなんであのミャオがあの MC に出てたんだっていうあのコメントがね先週来てたんで、そういうね、まあ、やっぱオチがないと成立しないっていうのがねポイントだったんじゃないでしょうか。じゃあはい、続いていきます。じゃじゃん、私についてですかね、うん、第一印象だったり直してほしいところ、やってみたい企画、チェーンメイにとってミャオどんな存在かみたいな、なんかちょっと話しやすいことをここから抜粋して抜粋して私はやっぱりミャオさんはチーム A にはずっといてほしい、なくてはならない存在ですけれど、個人的にもずっと、いや私の後に卒業してほしい。え、やだ、めっちゃ嬉しい、やだ、本当にやだ。え、すごい、そんななんか私思われてたんだね。思われてますよ。ありがとう。後輩のみんなは本当にミャオさんのことが大好きなんだなって伝わってきます。嬉しい、マジ嬉しい、うん、やっぱり MC でも楽屋の雰囲気でも、うん、いいね、今日は平和だわ今日平和なミャオの部屋だ。いい意味で、うん、ミャオさん次第でこの空気が変わっていくっていうか、ミャオさんが楽しそうにレッスンやってると、確かになんかそれがみんなに伝わってくるんですよ。それがなんかそういうのは私にはできないところだから、なんか頼りたい部分でもあるし、うん、なるほどね、めっちゃ好きだから普通にいてほしいずっと、嬉しいなと思ってます。私はなんかさ、必要以上にあんまり話さないじゃん、言うても。そうですね。でもなんかそうやって思ってくれてたのはすごく嬉しい。うん、じゃあ続いて、はい、もうここはもうズバッと言ってください。直してほしいところ、はい、もう何でもいいです。これは本当にやめて勘弁してよっていう。あのラーメンさん絶対言うと思ったあの強烈だったんですよえ、ちょっとこの話ねちょっと詳しくしてください。いや、なんかチームコンサートのレッスンするときに、あのやりますよって私が声をかけて、はい、あの、まあ、レッスン室にもともといた子もいたし、うん、まあ、楽屋でまだ待機してて、まあ、ゾロゾロって入ってくるメンバーもいたんですけれど、はい、はい、始めますって言って、まだ一人足りないねってなったところに、あ、やっとミョウさん入ってきたよ、じゃあ始めようかと思ったらミョウさんラーメン食べてるそう、食べてると思ってあの、ね、これちょっといい、あの言い訳しても何だったんだろう。そう、確かにレッスン中にカップラーメンをね、あのむさぼりついて食べてたんですけどこうやってこうやって食ってたんですよ、皆さんが。でもマジ聞いて、私はねマネージャーさんにいつレッスンが始まるか確認したんですよ、お湯を入れる前にお湯入れる前にそうで、なんかちょっと押してたんだよね、そのレッスンが、うんうん、だからいや多分あと5分10分かかると思いますって言われたのでえ、そんなに始まんないんだったら私もうお腹空いてるから食べようと思ってお湯を入れた瞬間にチームやりますって聞こえて、もうこれはもうそんなもうお湯入れちゃったんだもん、捨てられないし、レッスンそのまましてみ、もう伸びてね、食べれない今しかないじゃん。すごいですね、ことだからフリーレされながら食べようという発想ですよ。そうだから、あのフリーレをしてるところを横目に目で覚えてあの食べてた
ダメですよ、16期とか15期たちが悪い影響受けますってあれはダメですよあれね、ちょっと本当に、はい、カップラーメンをまず買ってきてるってことが間違いだよね。あのパンとかだったらさ、ちょっともう一口とかだったら、うん、これだけちょっと食べればいけるってなりますよ、ね、おにぎりとかラーメンは 100% までたどり着かないとダメっすよね。完全に大丈夫って時にやっぱ食べないとね。ですね。まあでもめっちゃ美味しかったんでね、いいでしょう。いはい、ポゴシポゴシッパー金妙ハヌルオッパ、ありがとうございます。ありがとうございます。せい、じゃあ続いていこう。はいはい、こちらです。じゃかん、やばいメンバー、やばいメンバー、まあいろんな意味でこの人やばいんだよみたいな。あ、私がやばいと感じてるメンバーです。そう、佐藤みなみちゃんのツイッターはやばいなと思います。変なの、なんか更新頻度が高いようなイメージだし、なんかイケイケ系のツイートするから、なんか大丈夫かなってすごい心配になっちゃうんですよね。どうだろう、ファンの方なんか言ってます？みなみがやばいとか、みなみ今日のは面白かった、面白かったね。何最近どんなことしましたの？なんか誰か出ますかね、さとみなちゃんのツイート。今調べてます。結構ガサツじゃないけど、なんていうんだ、何そんなやばい、なんかこの雰囲気とか見ていい？なんか私たちの前ではそんなにイケイケじゃないんですけど、なんか意味が分かんないんだけど、084531マスク、何、ファン？すごっ、おはようございますってこと。明日 A 公演楽しみすぎてガタガタ震えてる。でもヤンキーにガタガタ言わせられた後だよね。こういうキャラクターなんだと思って、だから MC でこういう生きてる感、確かに確かに引き出せないかなと思って。なんかさ、さとみなもさ、すごい、あ、出たおもろいね。なんかこういうツイッターの感じが MC で出たらいいだよね。今時だよね。でもすごい本当に今時の MC めっちゃおとなしくないですか？確かに緊張してるのか、緊張してるのかな、うん、めっちゃ面白いじゃん。隠してるんだろうねっていうコメント。でもなんか今日もなんか言ってたよ、なんか気になるメンバーいますかみたいな MC お題で、うん、なんだっけ、くるみちゃんかな、くるみちゃんですって言って、うん、理由は顔ランが高くて、顔ランとはそしたら顔面ランク、使う言葉がすごい尖ってて、うんうん、それが心配なんですよね。大丈夫かな、このまま行って。大丈夫じゃない、大丈夫ですか、ね、なんか唯一無二になりそうな気がしなくない、まあ、なんかそっちに行ってくれればいいですけど、うん、本当になんか空気読めない子になっちゃわないか大丈夫大丈夫かな、さとみなちゃん、私は心配してるよ、さとみなちゃん、さとら、さとみな心配されてるんだって心配してる私はね。でもぶっ飛んでますね、うん、おはようございますを数字で今日初めて見た。なるほど、やってるのかな、いいね。でもうん、若いっていいね、若いもんね、言うても。いや、はい、私たちだって若いですよ、うん、いやそれは思ってる、うん、あえて言わないだけ、さらに若いかなんですけど、はい、続いていきます。はい、じゃじゃん、キャプテンとしての苦労、キャプテンとしての苦労か、まあいろいろあったと思うけど、まあ最近はそのキャプテンっていう立場もまあいいように、うん、まあ、使うというか利用するというか、それで何か意見をしてみたりっていうのでは、うん、まあ、今思えばこの立ち位置に来てもよかったのかなと思いましたけど、やっぱり最初に岡部凛キャプテンとなった時はレッスンに兼任してるから、チーム A の劇場公演の目撃者公演の振り出とか、うんうんうん、あまりいなかったじゃないですか。あ、そうだっけね、いなかったんですよ私、うんうん、だから記者発表、記者会見の時とかにこうレッスン期間のみんなのあれはどうでしたとか、いやいやエピソード出ないよと思って、でずっとなんかリハーサルしてる時も
カメラずっと回されてて、ね、うん、まあ、ありがたいことなんですけど、それが負担になっちゃってたからね。嫌だなと思って、みーやさんとかゆうはさんもなんか言ってくれるじゃないですか、うん、行った後に私にこう来て岡部は何か言うかみたいな感じを出されるのがすごく嫌になっちゃって、あの頃はあやだと思ってました。そうなんだ。そう、だからその後にみおさんがもう、そう、私もその時覚えてる、すごい、うん、でもなんかりんちゃんがあんまりその時あんまりその何りんちゃんと話したことはそんななかったけど、うん、でもなんかりんちゃんが大変そうだなっていうのはなんか思ってたの、うん、本当に。だからそう思ってくれてたから、きっと裏であの楽屋で、うん、あったかい言葉を私にかけてくれたんだろうなと思って、そっからもうそこからますます私みおさんのこと大好きになっちゃって、本当に嬉しい。なかなかこの私の熱い思いを伝える機会がなかったんですけれど、うん、本当むしろ嫌われてるかと思ってた。すごいこっそりひっそり大好き。嬉しい、マジでありがとう。いやでもね、やっぱそういう苦労があってかこそ、うん、キャプテンの中ね、うん、重荷じゃないけどさ、うん、感じ、私がしかでやっぱできないんだなって思ってもらえたらいいなと思います、うんうん、今までの人もあこういうのを背負ってたんだなって分かって、うん、今だから頑張りますね。ね、うん、はい、そしてニーチェさんタワーです。まあありがとうございます。あ、そうや、そう、怒られる、しばかれる。ありがとうございます。ありがとうございます。キャプテンの貫禄出てきたよ、だってどこで出てたんだろう。でもね、わかるよ、ほんと出てきたよ。出てきてます。うん、MC 以外ってどうですかね、ここで何が出てたんだろう。なんか、なんていうの、借りてきた猫感が消えた。借りてたんだ、うん、借りてたから出ちゃった。なんかやっぱさ、チーム A とからいきなりチーム A ってさ、うん、なんかちょっとプレッシャーというかさ、あれみたいになるけど、それが消えた。いい感じに消えてきたんですかね、うん、続いていきまーす、はい、じゃあ美人百科。そうなんですよ、今3月12日に発売になった美人百科さんの方で、うん、あの先月にボラカイ島、フィリピンのボラカイ島っていうところに、あ、すごい、行ってきて、すごくないこれ、なんか、うん、合成いや合成じゃないです。あ、これ行ったの、本当に。本当に行きました。あの11月ぐらいに、うん、あのショールームのイベントで、うん、あの上位の子が、うんうん、あの出れるよみたいなことがあって、ミョウさんやってませんでしたっけ。ミョウさんエントリー、セブ島、セブ島じゃないです、あのボラカイ島です。ボラカイト、そうですよね、そうですよね。え、みおさんエントリーしてましたよね。ボラカイト、ボラカイト、してない、してない。そう、私あれセブ島はした。セブだよ、フィリピンのやつ。でもなんかボラカイトって何ですか、ごめんなさい。でも配信者のエントリー、怒られるよ、こういう発言は。私ミオがやるわけないって言ってる。それひどい、それは私の方じゃない。ミオがやるわけないよ。それエントリーしてたよ、うん。あ、そうですか。で、ボラカイ島っていうところに行って、まあ、水着で、うん、まあ、こういうこんな素敵なビーチがあるよとか。ボラカイ島行きたかった。すっごく綺麗でしたよ。一回も配信してなかったけどエントリーはしてた。待って、これ絶対私エントリーしてたって認識ないかも、じゃあ。確かに、だってその認識があったら絶対配信しますもんね、うん、じゃあもうずっと一生ゼロポイントだったかも。やべえじゃん、スーパー恥さらし。いけんだけど、だって今この話が出なかったら気づかなかった、ね、一生ともこの死ぬまでボラカイトをね、イントレしてたことを気づかず、よかった、今ここで美人百科っていうのを伺えて、よかったのかな、よかったらしいです。まあでも誰も見てないし、誰も傷つけてないから、ね、もう終わった話だから、やば、あ、そうですか、はい、ナビゲートするというか、上位だったとか。私は2位で終われたので、すごい、いいね、はい、ちょうどいいね、2位ってね。そうなんです、1位だとね、ちょっとあれいろいろ言われそうで、ね、3位だともうちょっとね、移りたいなっていうのがあって、2位ちょうどいい。そう、でも3位の子は3位から6位まで残って、うん、編集の方たちが1人選ぶみたいな、3位から6位の中で決めて、その人と1位と2位が生きるみたいな。うん、それで清水まりあちゃんっていうチームメートがいて、うんうんうん、あとは HKT の山下エミリーちゃんっていうメンバーと3人で行ってきて、絶賛発売中です。いいね、いいね、見てください、美人百科に掲載されてる。はい、これ
合成じゃないのこれ合成じゃないです。すごいね、なんかあのカラオケのさ再現 VTR 出てくるようなね、爽やかなお写真。一応これポートレートで撮ってるんですけど、ね、iPhone？ iPhone のポートレートで。めっちゃ綺麗やん。すごい綺麗。あ、そう色が鮮やかだから。そんなことが行われてたんだね。そうなんですよ。はは、水着も見れるよだって。はい、初めて知名度、なかなか水着に着る機会なんですけれど、ね、初めて美人シャッター私も水着に着たので、ぜひ皆さんチェックしてください。続いていきます、はい、こちらチーム A 期待のメンバー期待のメンバー、今りん、ちゃんが熱くなってるチーム A に向けて、うん、でまだあの昇格はしてないんですけれど、うん、今ドラさんの研究生の本田そらちゃん、うん、そらちゃんね、元気かな、今お休み中なんですけれど、ね、うん、でもお休みしてない、なんか仲いいイメージある、そらちゃんと。そらちゃんがすごい私のことを慕ってくれて、うんうん、やっぱ後輩に好きとか言ってもらえると嬉しいね。嬉しいだね、めちゃめちゃ嬉しいだね、嬉しいね。よく声もかけてくれたり、私もなんかいろいろ気にかけて話してみたりで、うん、すごいですよ、やっぱそらちゃんいろんなポジションも覚えて、いや本当にすごいよそらちゃんは、うん、公演を支えてくれて、なんかねそらちゃん見てると昔の AKB を思い出す、うん、というかね昔の AKB でなんかバックダンサーとかそういうなんて言うんだろう、一生懸命先輩のようになれ、うんうんうん、なりたいって頑張ってた研究生時代を思い出す、自分も、うん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 、そういうなんか通ずるものがあって、うん、だからね早く元気に戻ってきてもらいたいなって、ね、でもそんな急がず、うん、焦らずに、もちろんもちろん、ね、ゆっくりお休みしてまた戻ってきてほしいなと思うので、さらちゃん見てる？届け届け届け、ちょっと皆さんさらちゃんに伝えてどうやって伝えるんだって。でもね私本当に思う、見てる人は見てるんだよってこと、本当にきっとそらちゃんがなんかもし少しネガティブな気持ちになってたとしても見てる人は見てる、うん、努力家だしね、うん、いいエールになったと思うよ、りんちゃんにそうやって言ってもらってね、さらちゃん届くといいですね、届け、はい、じゃあ続いていきます。続いてこちら茨城県のいいところ、茨城県のいいところはこれはもうやっぱり春夏秋冬どの時期でも絶対的に楽しめるスポットがあるということですね。ほうほう、多分ミョンさんが言ってたあの公園っていうのもその夏にロックインジャパンっていうロッキン、はい、フェスもあるし、うん、コキアっていう9月にも多分一回多分見たことあると思うんです、本当に赤いモモモモモンとした植物が一面に丘一面に広がってるって、見ればあこれねってなると思うんですけど、まあ、全然どの、うん、四季どのタイミングでもいろいろお花が楽しめたり、そういう声があったり、袋田の滝というところがあって、あ行った、はい、あれ多分すごいよね、あれですよね、で冬に行くと1月とかに行くと凍ってるんですよ、それ本当に幻想的なので見てほしいなと思いますし、牛久大仏もねでっかいよね、本当にでかい、大仏の中入れるもんね、入れます、入ったで天気と六本木ヒルズが見えるんですよ、これ本当に価値で、六本木ヒルズからも牛久大仏が見えるみたいなので、あとあそこ行った宇宙センター、あ宇宙センター、おお、JAXA もね、そうあるので、あの宇宙食食べました。パリパリっとした。宇宙食があったり、本当にいろんなところあるから迷わずなんか東京え、なんか本当に正直私茨城県ってそんなに見るとこあんのかなって思ってたの。うん。でも行ってあれ何泊だったの？3泊とか4泊とかでロケ行ったんだけど、すごく長いですね、ずっと観光地だったもん、やっぱ、うん、何かしらずっとあった、私よくやっぱり映画とかのロケ地もめちゃめちゃ多いところなので、うん、なんでお風呂のやつ何でしたっけ、阿部さんがやってらっしゃる、あ、テルマエロマエ、あテルマエロマエのロケ地とかでもたくさん使われてるとこがあったりとか、いいね、全然の聞いてください、私にいろいろ知ってるのでね、だって茨城県出身だもんね、うん、出身だし大使ですので、はい、じゃあラストラスト、はい、じゃあ
最後こちらです。これから挑戦したいこと挑戦したいことか、いや、やりたいことがありすぎて縛られて、え、なんかさ、将来どういうなんか人になりたいとかあるの？女優さんとか歌手とかさ。やっぱり私、何かを作るっていうことが好きなので、物を、絵を描いたりっていうことも、絵上手だよね、すごい好きなので、何かそういうもので将来、なんだろう、展示会じゃなくて何でしたっけ、絵を描ける美術館、美術館というか、その自分の絵を、あ、個展、あ、そうだ、個展だ、個展を開いたりとか、自分でグッズだったりとかを作ってやったり、クリエイティブだね、もうだし、やっぱり女優さんとしていろんな演技をしてみたいっていう欲があったり、本当にたくさんいろいろありますね、絞れてないですね、すごい意外、いろいろ挑戦してみたいです。でもなんか個展とかってすごい、なんか見てみたい、凛ちゃんの今やっぱりこの自分の チームメイトの方のコンサートのロゴを描いたりとか、へえ、そうなんだね、まだそういったところでしかやってないので作品が全然ないんですけれど、え、プライベートでお家で普通に描いたりとかあるのします。へえ、だからちゃんとそれで個展でお披露目できるような絵をどんどん貯めていって、いつかファンの人に見てもらえるように。え、エイト君も描いたの？そうです、私エイト君。え、すごい。そうなんですよ、エイトの、え、エイトの親？そうです、エイト君の親、海の親なんです、一応あの蜂でしょ？あの蜂です。あの蜂、私が描いてから超有名じゃん、ステッカーになって、そこからこのちっちゃいあれになって着ぐるみになって、すごい。そうなんです、私が描きました、あれ。エイト君の母だ。母です。かわいいね、エイト君のお母さんお母さんがかわいいのね。いや、すごいわ。え、全然知らなかった。いろいろ、なんかそんなさ、誰が書いたとかわざわざさ、お知らせとか聞かないからさ。うん、確かに、最初はなんかしつこく言ってたんですけどね、でもまあ浸透したかなと思って。すごい、ないですけど、かわいいよね、あの蜂ね。うわっ、うれしい。え、かわいい、かわいい、やったー。なんかあのオンデマンドの、劇場のオンデマンドのなんか三脚にエイト君がついてんのよそう、それいつも見てる。そう、あのカメラマンさんがオンデマンドの柱に隠れていつも私たちのことを撮ってくださってるんですけれど、それであの今カメラマンさんがあの三脚を立ててこう高さを調整してくれてるんですけど、そこにちょっとなんていうんですか、色あせたエイト君、そう、色あせたエイト君、なんかちょっとちょっとボコられたエイト君ね。まあでも愛用してくれてるんだなっていうのが伝わりますよね。そう、だから多分まだついてると思うので、また劇場公演再開してしたらね、ちょっとぜひ見てください。最前とか2列目ぐらいだったらギリギリ見れる、おーって見れると思うんで、はい、というわけでそんな感じで、はい、はい、というわけであっという間にエンディングになります。どうでしたか今日は。今日はとにかくやっぱあの楽屋とかだと、なかなか話すっていう、ないじゃないですか。そうだね、まあ、人数も多いからね、楽屋のなんか席離れてたりするとなかなか話さないメンバーとかいるので、こうやってこの番組でみおさんと話したのはめちゃめちゃ嬉しいですね。今日はすごいいろんなこと知れたなって私も思いました。はい、というわけでランキングの方を発表します。はい、はい、あ、ちょっとこれだ。第5位はロビーさん。ロビーさん、ありがとうございます。第4位はクムガヨルジョンさん。ヨルジョンさん、ありがとうございます。第3位がハヌロッパさん。ハヌロッパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。第2位はニーチェさん。ニーチェさん、ありがとうございます。そして栄えある第1位は730ミャオさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、ミャオの部屋は各週木曜のスタジオ配信の他に私一人の個人配信も行ってます。そこでね、次回のスタジオ配信のゲストとか発表してるので、皆さんぜひ自宅編とスタジオ編どちらも見てください。自宅編の次回スケジュールはですね、3月26日木曜日予定してます。また変更とかあったら SNS の方でねチェックしてください。そしてスタジオ編は4月2日ですね。これね、本当はできなかったかもしれなかったけど、今度はね4月2日にやらせていただきます。9時からです。ぜひご覧ください。というわけで
今日のゲストは岡部凛ちゃんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんじゃあね、みんなおやすみ。おやすみなさい。バイバーイ。